使徒行伝第14章。二人はイコニオムでも同じようにユダヤ人の会堂に入って語った結果、ユダヤ人やギリシャ人が大勢信じた。ところが信じなかったユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それにもかかわらず二人は長い期間そこで過ごして大胆に主のことを語った。主は彼らの手によって印と奇跡とを行わせ、その恵みの言葉を明かしされた。そこで町の人々が二派に分かれ、ある人たちはユダヤ人の側につき、ある人たちは使徒の側についた。その時、異邦人やユダヤ人が役人たちと一緒になって反対運動を起こし、使徒たちを恥ずかしめ、石で撃とうとしたので、二人はそれと気づいて、ルカオニアの町々、ルステラ、デルベ、およびその付近の地へ逃れ、そこで引き続き福音を伝えた。ところが、ルステラに足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足の不自由な人で、歩いた経験が全くなかった。この人がパウロの語るのを聞いていたが、パウロは彼をじっと見て、癒されるほどの信仰が彼にあるのを認め、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさい、と言った。すると彼は踊り上がって歩き出した。群衆はパウロのしたことを見て声を張り上げ、ルカオニアの地方語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだ、と叫んだ。彼らはバルナバをゼウスと呼び、パウロは主に語る人なので彼をヘルメスと呼んだ。そして郊外にあるゼウス神殿の祭司が群衆と共に二人に犠牲を捧げようと思って、お牛数頭と花輪とを門前に持ってきた。二人の使徒、バルナバとパウロとは、これを聞いて自分の上着を引き裂き、群衆の中に飛び込んでいき、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのか。私たちとてもあなた方と同じような人間である。そしてあなた方が、このような愚にもつかぬものを捨てて、天と地と海とその中のすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るようにと福音を説いているものである。神は過ぎ去った時代にはすべての国々の人がそれぞれの道を行くままにしておかれたが、それでもご自分のことを明かししないでおられたわけではない。すなわちあなた方のために天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たすなど、いろいろの恵みをお与えになっているのである。こう言って二人は、やっとのことで群衆が自分たちに犠牲を捧げるのを思い止まらせた。ところがあるユダヤ人たちはアンテオケやイコニオムから押しかけてきて、群衆を仲間に引き入れた上、パウロを石で打ち、死んでしまったと思って彼を町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいる間に、彼は起き上がって町に入っていった。そして翌日にはバルナバと一緒にデルベに向かって出かけた。その町で福音を伝えて大勢の人を弟子とした後、ルステラ、イコニオム、アンテオケの町々に帰っていき、弟子たちを力づけ信仰を持ち続けるようにと奨励し、私たちが神の国に入るのには多くの苦難を経なければならないと語った。また教会ごとに彼らのために長老たちを任命し、断食をして祈り、彼らをその信じている主に委ねた。それから二人はピシデアを通過してパンフリアに来たが、ペルガで御言葉を語った後、アタリアに下り、そこから船でアンテオケに帰った。彼らが今成し終わった働きのために神の祝福を受けて送り出されたのはこのアンテオケからであった。彼らは到着早々、教会の人々を呼び集めて、神が彼らと共にいてしてくださった数々のこと、また信仰の門を異邦人に開いてくださったことなどを報告した。そして二人はしばらくの間、弟子たちと一緒に過ごした。